はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイジです。第3章、因縁。今回は武田の快進撃と時を同じくして、まずは京周辺では織田信長がその勢力を拡大させていた。信長は前将軍の弟足利義昭を奉じて上洛すると、瞬く間に他大名を従え畿内の覇権を手中にする。信長の動きを危険視した信玄はついに上洛を決意。京に武田の旗を立てんと兵を起こした。信玄に従い出陣した正幸はそこで生涯の敵と出会うこととなる。父上、お帰りなさい。また大きな戦が始まるのですか。武田勢が、そうだ、戻ってきた。親方様がついに上洛を決意なされた。上洛？この後は信玄の上洛作戦。武田がついに天下を取るということだ。すごい、雪村も出陣して父上のお役に立つとございます。信玄の上洛作戦はなく、ご存知の通り心強いが、それはまだ早いな。信玄自身が陣中で没するという形で、まあ、終わってしまうわけなんですけども、今は鍛錬に励む。それまでの間をね、はい、徳川武芸の修行は怠りません。援軍に来た、まあ、雪村は筋がいい。蹴散らしながら進むっていうところは時にかなわなくなりそうです。なところだったんじゃないかな。そんなことはありません。学問では兄上に到底及びませんし、ちょっとアクションゲームが苦手なところもありまして、はい、プレイと実況は別撮りにさせていただいています。ちょっとね、その点だけあらかじめご了承の方をいただければなと思っています。いらしい、今後相当綺麗になるんじゃないかなっていう、ね、ポテンシャルを感じます。姉上、私にもお役目をください。あらあら、どうしました。雪村、やぶから棒に。父上に出陣を願い出ましたが、早すぎると言われてしまいました。まあまあ、それは武田が天下を取る大戦が始まると聞きました。雪村もお家のために働きたいのです。心がけは立派です、雪村。けれど、身の丈に合わぬことを望んではいけません。私ではお役に立てないのですか。信長の野望、できることをすればいいのです。と、今いろいろな方のお話を聞いて力を養いなさい。はい、当初の予定だとですね、一日も早くお家の役に立てるよう励みます。まあ、発売良い子ですね、雪村は。プレイさせていただこうかなと思っていたんですけども、失礼、きっとあなたにもできることが。 13PK の方の発売が2月、あなたにしかできないことが訪れますよ。それまでの間にですね、ちょっと新しいゲーム何か、必ず姉上のこともお守りしてみせます。まあ、ちょっといろいろね、今検討させていただいているところです。なので、まあ、まあ、オールジャンルプレイをしているんですけども、まあ、どちらかというとシミュレーションゲームとかっていうのが、得意、まあ、シミュレーションゲームに得意、はい、不得意とかってあるのかってのもあるんですけど、まあ、好きって言ったらいいかな。シミュレーションゲームのままどちらかというと好きなので、まあ、もしおすすめのシミュレーションゲームで、特に戦国時代とかウォーシミュレーション系ですね、戦争ものとかに、こだわっているわけではないので、これは勝頼様、ようこそおいでくださいました。ぜひぜひチャンネルのコメント欄、勝頼様、ツイッターこんにちは、教えていただければなと思います。おう、信行、雪村、検討しているものなので変わらず鍛錬に励んでいるか。まあ、はい、またお手合わせください。あとはハーツオブアイロン、あとは雪村シビライゼーション、まあ、この辺りを検討してるんですけど、勝頼様は遊びに来られているのではないぞ。たくさんあると思うので、申し訳ありません。このゲーム面白いよとかっていうのが
いや、ね、気にすることはないぞ。実は遊びに来ているのだ。そうなのですか。嬉しいです。勝頼様、教えていただければなと。良いではないか。友とその子らと遊びに来てもなあ、お前たち。そのようなことを申されて子らが増長しては困ります。聞いたか、照れておるのだぞ。お前たちの父子は。そうなのですか。もういいから向こうに行っていなさい。はい、失礼いたします。さあ雪村。はい、勝頼様、失礼いたします。真田丸といえば、おいよいよまた後でな。ドラマの真田丸も残すところ誠今日は勘弁していただきたい。18日が確かそう言うな。子供の笑顔というのは、まあ、今日と実にいいものだ。とあと父上が天下を取り、乱世を終わらせてくれれば、まあ、こうしてたら子らと心置きなく遊んでいられる。勝頼様、どんな感じになるのかすごく楽しみですよね。いよいよだな、正幸。海外旅行に行った時も、はい、親方様と共に上洛を成し遂げし、ね、天下に武田の旗を、まあ、大概まあ、あのちょっとねグレードがあまりにも低いホテルとかっていうのを別にしても、まあ、グレードがそれなりの深いレベルのホテルであれば、まあ、最低ね衛星放送入ってますから、海外からでも日本のテレビは見れますからね最近は。さあここからはですね、いよいよ信玄上洛戦の長期合戦の1戦目ですね。一言坂での戦いの様子をプレイしていきたいなと思います。すでに勝ちは見えておる。ここは次の一手、発動可能な次の一手になります。で、手柄ですね。半蔵を装備、あとは天人上撃や、さらに日没までにクリアする。まあ、この辺りでしたね。では一言坂の戦い、アクションカード入っていきたいと思います。今回のプレイヤブル武将は正幸になってますからね。思ったより早くぶつかったね。ここは敵はもう死んでた。ヨルサは先行しすぎておらんだ。5倍ぐらいの強さを発揮してください。プレイをすると次にミッションという形で、次どこに行くかというのが、今のミッションとか、誰かで映像とか、指示が出てきます。指示に対しては、まあ、原則で勝てるかな、クリアできるかなというところなんですけども、例えば、信玄が対象したりして、戦いの戦術上がやられてしまうとか、そういった条件があるので、そこに関しては十分に注意してもらうと、ミッションとか、夢中になっていると、そこが、まあ、抜け落ちてしまって、結果的に敗北になってしまう、やり直しになってしまうというところがありますよね。終節は買うな。まともに相手を仕切れ。早々に終わらせる。味方の攻撃力が上がったよ。お前が早すぎる。雑魚敵を投げ払うのがだいぶ楽に。
階段が増しているので、ストレス対象になっているので、家康の追撃に入るんですね。に半蔵が出てきたというところです。で、半蔵が3人に分身するというのが、何が感じたのか。その分身している半蔵を今、1人目。を呼び寄せるという次の発表します。ここにも半蔵が散らしたりします。手柄のところで半蔵の神様を二刀流倒すので、今二刀流を倒したので、今は三刀流を倒したので、皆様がクリアになっていないところが決まりました。手を出したり、手を出したりちょっとね、ベンジでドレア様を手を出したりと勇者の人たちがいたいと思うんですけども、今から強い感じで見てますので、これまでの戦いは戦いは戦いはもうさすがにここらで打ち止めだといいんじゃねえ。常に寄せて熟習である。結局家康には逃げられたか。とんだ骨折りじゃったね。されど武田の部位を示せました。もう一押しすれば徳川の抵抗もやみましょう。で続いて長期合戦、信玄上洛戦の長期合戦の2戦目見ていきましょう。
すでに勝ちは見えておる。本田忠勝、敵ながら見事な働きでしたね。家康には過ぎたる家臣、実に厄介な相手じゃよ。されど王道をなすため足踏みはしておられぬ。直ちに二俣城攻めに取りかかろうかね。二俣城は川を天然の堀とする堅城、力攻めではお味方の犠牲が大きくなりましょう。そうか、ではどうする正幸。敵の水の手を断ちましょう。さすれば牢城もままならぬはず。よかろう、二人とも抜かりのないようにね。はい父上。親方様、何かついておられる。ここはね、まあ、この後信玄はね陣中に押しますからね。さあ二俣城の戦いです。次の一手はご覧の3つになっています。手柄に関しては操作武将の体力を半減させない、味方武将を配送させない、操作武将が全ての敵武将を撃破という3つですね。次の一手とあとは手柄あたりも意識しながらのプレイになっていくかなと思います。では二俣城の戦いのアクションパートに入っていきたいと思います。二俣城は天然の要害の上、敵の士気も高い。正面から攻めるのは難しいでしょう。まずは城外の敵を一掃して二俣城を包囲しようかね。信長の野望天道 PK ですね。白い雲が降って出る。遊びに行ってる間に来ていただく。千葉からの方なんですね。行動の存在を隠したかったのだ。次回どうやら水源と行動がつながっているようだ。沼働きなど自慢に。タイから実況シリーズという形で。水の程度では敵を戦意を失うんですよ。全力的に関してはちょっとね、しばらく動画を越しの予定はないですけども、水源を越す準備を進めよう。その楽しみにしていただければ。頭ちょっとの方がいいかな。アクションパートナーの方が大体 1.5 倍ぐらいの方がいいかな。頭ちょっとの方がいいかな。正壁が到着する前に行動を確保しようかね。
合が激しくしまう。ちょっと待ってしまう。ちょっと誤ってしまうかなっていうのを一回。先に攻撃を守りに行ったので、実は良かったのかなと思います。攻撃解除を解除しても、ハイブリッド連携にしてるので、ここでやり直しすることにはならない。先にやっぱり高速対象に戻って、こちらの方に戻ってきたのが良かったかな。特定の祝日と、あとは選挙の前の日と選挙の当日の日に関しては外ではお酒が飲めないので、まあ、僕も、ね、お酒を飲みのちに大丈夫というわけではもちろんないんですけども、まあ、やはり多少飲みたいなというのがあるので、そういうのができるだけ避けて、はい、ただ、交通券はやっぱり早く取ればそうだと思うんですが、まあ、そのても2ヶ月間に考えたいと、すっかり、ね、何も考えずに飛行機を予約してしまうと禁酒日になってしまうということがあります。で、過去に1回だけですね、禁酒日にかかってしまうと例対策になってしまうと、やっぱりね、飛行機が飲めないということがあるので、ここはステージあるのかな。特に、タイに行ったことがない、これから行ってみたい、食べたいよっていう方で、まあ、ちょっと行ってみたいよっていう方に関しては、無限にタイに行ってみたいと思います。敵が本陣に突撃しようとしている。手薄な守りを突かれたか。阿部忠政が一言坂の敗北を悲嘆し、謀反の兆しあり、と噂を流せ。死を出たところで裏切られては、しばし様子を見るしかあるまい。で、あとですね、スーパーとかコンビニで、アルコールが買える時間が、足を疑うのか、まあ、特定の時間になると買えないようになってしまうので、ホテルでね、自分の部屋でちょっと飲みたいなっていう場合、水源を断つ作戦はうまくいった。まあ、どうしてもやっぱり味方の被害は少なく済んだな。なってしまうので、コンビニなりひと言坂に続くこたびの敗戦、冷凍庫に入れておくっていうのがいいのかなと。もはや立ち向かっては来ないでしょう。まあ、買える時間、買えない時間っていうのがそうだといいんだけどね。バッとまとめ買いしておくといいんじゃないかなと。今日を目指したいところじゃ。着いたら、まあ、大体短い時だと3泊、長い時だと1週間ぐらい滞在するんですけども、もう最初の日にですね、冷蔵庫いっぱいに買いだめを、買い出しをしておきます。で、まあそれをね、消耗していくっていう感じですね。さあ、続いては有名な三笠ヶ原の戦い、長期合戦、信玄上洛戦の第3戦目に入っていきます。すでに勝ちは見えておる。
徳川にもはや我らを阻む力はない。あとは信長を打ち倒し、今日に武田の旗を立てるのみ。勝頼様、お気持ちはわかりますが、信長は侮れません。油断大敵でございますよ。いつもならお前の説教は耳に痛いところだが、今日は響かぬぞ。いかなお前とて、今日ばかりは心が浮き立っておるはずだ。勝頼様に心を読まれようとは、私もまだまだ精進が足りません。言ってろ。信長など父上の敵ではない。父上の手でようやく戦のない世が。申し上げます。わっ、若殿様がなんでここに。おや、お前は。正幸も隅に置けないな。何をお考えか。信玄公が回してくださった忍びですよ。どうした、報告せよ。徳川軍が浜松城を出てこちらに向かってきます。徳川、確かか。はい、確かにこの目で。お前がそんなに驚く姿を見られるとは、そっちの方が驚きだな。は、いえ。しかし驚くのはわかる。父上ももう家康など捨ておいて進むおつもりだったというのに、徳川にまだそんな余力があったのか。お前の言う通り油断大敵だったな。あれだけ我が軍に叩かれて余力などあるはずがない。信長と合流するならまだしも、この三方ヶ原の戦いに関しては勝ち目などないと分かっているはずだ。まあ今見ていただいた家康、一言坂の戦いとかで、まあ、武田勢にやられてしまった徳川勢は、まあ、その浜松の城にこもってですね、まあ、籠城する構えを見せるんですけども、まあ、それを見た武田勢は素通りするんですね、浜松城で、徳川勢としては、まあ、それを見過ごせない、まあ、いろいろ事情があると思うんですけども、まあ、その一つとしてはやっぱ同盟国である織田領へ侵攻しようとしている武田勢をミス見過ごしたとはなると、仮に信長が信玄を破った場合何してたのか怒られるし、信玄が勝ったら勝ったでまた戻ってきてね、やられてしまうしっていうのもあるんで、出陣をしていくんですね。信玄が素通りした後を追っていくわけなんですけども、その三方ヶ原という大地になっている部分で、まあ、前を行く武田勢家康は核欲の陣を敷いたね。大地を残っていきます。わしらを両脇から包囲しよう。残りついたところで武田勢が魚鱗の陣で行くよ。魚鱗の陣っていうのは、まあ、中央突破というか中央に厚い陣形になってるんですけど、この魚鱗の陣で待ち構えていく。一方徳川勢としては、まあ、その心的な部分が強かったと思うんですね。ちゃんと戦おうとしてたんだよっていうのを、まあ、内外に示すことになったりとか、もう徳川の陣を敷いていたわけなんです。で、まあ、徳川勢としては余韻の陣、まあ、中央の厚い陣を敷いていて、一方の核翼の陣っていうのは横に長い、まあ、逆に言うと中央本陣が続きにいると割となりやすい陣形だったんですけども、まあ、それを見て武田信玄が下陣の陣で徳川でも中央を蹂躙していく。で、まあ、一つにはこれ迫力の陣に対して下陣の陣を持っていくと、敵の中央、まあ、最大中央付近に本陣、まあ、ここでいう徳川家康の隊がいる可能性が高いです。こうね、一気に吸収して、吸収して、あわやとか、家康を打ち取ろうという、まあ、多分ね、そういう作戦だったのかなと思います。
戦いの前で意地を見せた。だから僕らの名を高めると考えている。どっちがいいのか。
来年の大河ドラマになりますね。まあ、いい直しだったんで、みんな上司に直しが、まあ、主演の企画が出たんで、ここで王道を閉ざされちゃうのかね。オレンジデイズっていうのは、昔もあのちょっと若い方は僕のように知らないかもしれないんですけど、ドラマがあって、その時からね、大ファンなんですよ。顔がね、本当にね、そのタイプの顔なんですよ。まあ、キツネ顔が結構好きなところがあって、もうこうちゃんみたいなちょっと気の強い感じの顔立ち大好きですよね。なんで来年の大河ドラマすごく楽しみにしてます。というところで三方ヶ原の戦いもクリアになりました。家臣死なせて自分は行きます。なんとでも言うがいい。わしは死んだ者のためにも太平を、まあ、逃げるときに脱粉しながら帰ったなんて言われてますからね、まあ、それほど散々な家康側からするとね、お前たちも死んで奴の言い訳になるか。やれるものならというところで戦国無双真田丸信玄上洛戦ご覧いただきました。正幸、元気4年4月、武田信玄は病に倒れた。武田軍は上洛を中断、甲斐への撤退を余儀なくされる。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。